DITLE チョン。ミューア、自然の中には心は求めるものが全てある。スクリクト、自然の静けさの中に立ち、辺りを見渡すとき、無限の可能性が心に呼び起こされます。チョン。ミューアはかつて述べました。山に行き、その平和を得よ。彼の言葉は私たちに自然界のもたらす癒しと力を求めるよう促しています。ここで生命の調和を感じ、自己の真の部分と直面するのです。山々は寛大にも私たちに耐える力を示してくれます。彼らが風雨に耐え、季節を超えて存在し続けるように、私たちも歌自身の困難に立ち向かう勇気を得ることができます。山は呼んでいる、そして私は行かねばならない。この言葉に込められた熱意は私たちに行動を起こさせるエネルギーを与えるのです。自然は変わらない真実の宝庫です。それは外の世界だけでなく私たちの内側にも反映されます。ジョン。ミューアは自然が私たちに対して敬意を持って接すること、そしてその美しさを守る責任を持つようにと語りました。自然に足を踏み入れるとき、私たちは家に帰るのです。これは自然が本質的に私たち自身の一部であるという深い理解を示しています。この偉大な探検家と自然保護論者は地球という家を考慮し、私たちが行う選択の重要性を認識するよう私たちを駆り立てます。彼は言いました。最も清らかな魂は自然と最も深く渡りを持つ者に宿る。自然との一体感を模索し、信じる力を高めることこそが私たちの心が本当に求めているものです。そして今私たちは立ち上がり、大いなる外界へと歩を進めます。ボジョン。ミューアの教えを心に留め、自然の中で自分自身を見つめ直しましょう。自然界から得られた豊かな教訓は私たちが進むべき道を照らしてくれるでしょう。